以上です。ということで今日もやっていくんですけど、今日はですね、ゼロから展開挟んだ28日目ということで今日もやっていきたいと思いましたんですけどね、チャンネル登録者10万人を目前にしてね、今日がね、1シーズン目最終日ということで、今ね、シーズン終わりまで残り5時間を切っているところなんですけれども、まあ、ちなみにね、今、こちらのサブアカ、まあ、7239なんですけど、僕のほうか、こちら。おい、やめろ、やめろ、やめろ、はるな、はるな、はるなって、お前。俺がお前、日本6位取ってたのバレちゃうじゃん、最終日に。もう終わっても全然いいぐらいの順位で、お前、世界30位、日本6位だったのバレちゃったじゃん。どうすんの、これ。どう責任取ってくれんの？ちょっとちょっと。マジかよ。ってことでね。この、ハサンド、なんですけど、まあね、今、本赤で俺結構強いです。はい、なんで、まあ、サバカだとね、まず、負けることはないでしょう、なんですけどね。まあ、昨日このペカ工場がね、完走したので、まあ、こちらのね、ロイホグデッキ、これをね、まあ、ちま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 ね、上げていこうと思います。ちょっとね、今ね、お風呂上がって、髪の毛ね、100均ってなってるんだけどね、これ治んなかったです。もうピンってなってるんで、治んないです、これは。なのでね、これはもう、気にしないでください、あんまり。ってことで、これをね、上げていきたいと思うので、どうしようかな。よいしょ。さあ、ごぼり。はい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 。ごぼりと、まあ、あとコウモリとかもね、上げていけちゃいそうな感じあるよね。いや、でもこのまま、正直、アチャ食いがどうなるかによるんだよな、マジで。はい。っていう感じですね。まあ、トークン、トレード、どのくらいできるのかな？できないね。うん。で、まあ、新鮮も食っとくか。使わなそうなカードで。よいしょ。スケ。はい、ということでね、早速チャンネル登録者の確認していきたいと思います。昨日までのチャンネル登録者、99,512人。そして、今日のチャンネル登録者、99,713人ということで、201人の皆さん、ありがとうございますと。はい、やったところでね、201×50 をしていって、1万50円今日課金していきたいと思うんですけど、昨日の余り分40円プラスしていって、1万90円なんですけどね。まあ、惜しくもね、この1万2000エメラルドに届かないのでね、まあ今日は最終日ということもあり、やっぱ新シーズン、ブーストしたいので、まあ、今回ね、今シーズン、まあ、1万円、繰り越しで、次の動画に繰り越しで、次の動画でがっぽり引いていきたいと思います。いやー、今日チャンネル登録者ね、10万人行く、生放送ね、しようかなと思っている。だけど、今ね、俺、クラルアリーグの解説からね、真夜中に家に帰ってきてからずっとトラ上げをしていて、まあ、最終日なんでね、まあ、残り5時間も寝ないでやるつもりなんですけど、眠いね、ちょっと。眠くはないんだよな。なんかね、目がね、落ちてくる。目が落ちてくる感じがする。ってことで、今日やっていきたいと思います。こちら。まあなんですけど、俺は今ね、本赤トラギをしてバキバキな状態なので、まあ負けることはまずないでしょう。まあ、強いて言うのであれば、14レベルのアーチャークイーンが出てきたら負けるかもしれない。ってことぐらいかな。うん。さあ、行きまーす。なるほど。うわー、手札悪い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 。手札悪いでーす。まあ、こんくらい手札悪かったら負けることもあるかもしんないよね。よいしょ。まあ、まだ様子伺っていきたいね、正直。はい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 。なるほど。OK。小屋小屋に対してムートを咲かせた状態で。OK。これ5美味しいですね。さあ、ケツ工場の準備整いました。整いました！さあ、これで、ケツ工場して、おなじみの、始まり、P ですよ、P。これが取んなかったら飛びます。はい。来ての。やべ、普通になんか止まってんな。
頼むよ。オッケー。ペッカにタゲってない。まあまあまあ、11なら、まあまあ。超えれ守っとくか。左側ばっこり行かれないようにしたいですね。これエリババだよな、多分。オッケー。失礼。まあ行ってよさそうだね、これは。おお、マジ？まあ後ろにメガニキか、ムートメガニキパターンね。オッケー、なるほど。おい、オッケー。いやー、マジか。いやー、行かれちまったか、これ。はい、おいしい。よいしょ。いいよ。おいしすぎる。早すぎる反応。若すぎる。これが才能か？違うな。これミスった。センスねえわ、俺。やめようかな。やっぱザップ外した。やべえ、豚についていきそう、こいつ。ちょ、マジで勘弁。来た、入ってる。相手受けない。これ相手で行けない。オッケー。でドヤ顔のグッドゲームです。ありがとうございます。さあ、オッケー。まあ、しっかりファイブ回るまでね。オッケー。ちょっともう一回聞こえてない可能性あるんで、グッドゲームいっていきましょうか。んー、ジジー、ありがとうございます。オッケー。聞こえてないみたいですね。さあ、ということでね、まず1戦目、こやこやを軽く撃破。ありがとうございます。さあ、行きましょう。いやー、これ美味しいですね。これやっぱりね、がっぽり、報酬もね、トロ上げた分だけもらえるんで、スプラッシュフェイっていう感じで、ね、結構可愛い名前ですね。さあ、これ工場搭載。いや、対空2枚手札に揃ってるのあちいな、これ。ドアチーことが起こっている、ここに。ここで今ドアチーことが起こっています。非常に。よいしょ。これ5来んのか？来るね。はい。出た！マジでこれさ、本当に、恥だからな、使ってんの。スキャミ咲いて。ここでスキャミ来い。おー、ランバーか。いやー、これね、デッキがマジで強えのよ。ファイブ来るかな。うわー、来た。うわー、これ今ババ一発でいけたな、これ。スキャミ来るかな。うわー、これはやばい。やみこい。おー、ないのか。いや、これ許容しての来るつもり、もしかして。さあ、バグ利用者倒したいですね。おらー、
やられ慣れてんだよこちとら。頼む、守りたいこの笑顔。 OK、 これいけたね。でけー、隠れる、でかいでかいでかい。あれ、ありゃ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 、おっと、そんなまさかそんなことがあっていいのか。おいしょおいしょおいしょ、ジージー、グッドゲーム、ありがとうございます。ラバクロはダメですよ、本当に使っちゃね、絶対ダメですから。そのデッキ今バグですからね。さあ7300到達、ありがとうございます。行きましょう。いやこれはまだ受け取れぬ。さあ行きましょう。いやーマジでね、ラバクロに負けた時は本当に温まるんだよね、本当に温まるの。いやよかった、ラバクロに負ける俺じゃなくてよかったですね。お、てれーん、よいしょ。あー、なるほど、ペッカーザップ9エリ、相手は11エリ、はい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 。これ言うので回収したいな。おや、なんかもう一回ラバクロの香りすんな。ごぼう織型のラバクロもあるんですよね。スレスレ抜けていきたい。いやー怪しいなー、ガチで。うん、ラバっぽいっすね。あ、おし、当たんないっしょこれ。オッケーオッケーオッケー。うわー、レベル14か。いやマジ弾出ちまうこれ、弾が出ちまうこれ。いやしかもこれインドがあるもんな絶対。まあいいよ別に、これはココスをミコスで回収なので、まあ、よしとしましょう。まあ、これでまたごぼうり咲いてくれたらね、ちょっとだけこっちにいいサイクルになるんで。オッケー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 。美味しいですね。オッケー。またガゴが来る。はい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 。今回逆サイ行こう。あー、許容。あー、ラバクロですね、これは。間違いなく、寸分の狂いもなく、ラバクローンです。いやー、どうすっかな。うお、違う、絶対守りたい。おい、タワー弱すぎだよ、マジかよ、ガチかそれ。よいしょ、いけ。いやいい、いやいい、キムチ、キムチチゲニだ、完璧です。いやー、ニダが来てる、キムチチゲニダが来てます、完全に GG。 オッケー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 。いやチャンピオン使ってないと逆にこう自分の手札が狂わないから、なんかあれだね、いつものクラロワやってる感じするわこれ。今俺クラロワやってるって感じするわ。本枠はマジチャンピオンしか使ってないから全然ね、こう自分の手札すらままならない状況なんですけど、あのね、本当にいいですね、これ。クラロは楽しいわ。よいしょ。ボキボキ。はいはいはい。これで相手がナイトが来る。バルキリー。これ血液して。
ギャングもあるかな。おい、ウッドミスってる。おい、はい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 。おー、無事。これナイトもある、ギャングもある、ナイトもあるっていう感じで、ここは許容してのしてないですね。全く許容の木の字もない。さあ、マジアチャ受けていきます。ここで、なるほど。うわ、終わってんなこれ。はい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 、まあ、どうせ守れないんでね、これはいい判断なんじゃない。まあ、キング結構いかれちゃうけどねこれ。まあ、これでも折れると思う、さすがに。1600？ いかれすぎだろお前、マジか。そんないかれる？なるほど。2枚切ったプリンから、まあ、普通に足前ギャング、いや普通にバルキリーギャング、いや俺こんな入るんだ。へえ、なるほどね。オッケー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 。いやでも攻めないとな、どうせ 1-0 で負けるしな。おい、その一発いてんだよお前、ロケット圏内入っちめえだろうが。いや、ワンチャン？いや、ワンチャンあるぞ、これ。結構相手今、シャシャったね。そうそう、バルキリー行きたいはず。よし、裏。パンプ？工場入った。来た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 ！いけ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 、バンバンバンス！うん、グッドゲーム、ドヤ顔からのザップ。ザーン !GG! ありがとうございます。よし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 。この5月今勝ったのすごない。相手に攻めさせなかった俺の、この、これを見てほしい。いや、いいよ !2353! ちょっと待って。口に糸が、水の糸が入ってる。はい、ということでね、行きたいと思います。行きます。いや、いいですよ。結構タワー12にしては頑張ってるんじゃない？なんかヒーローもね、まあ、チャンピオンか、こっちで言うと。チャンピオンのレベル14とかもバンバン引いてるけど、まあ全然余裕だね、正直。あいつも14と当たってっから俺、うん。もうヒーロー慣れしてるっていうのがあるよね、やっぱり。俺がやってるところだとアーチャークイーンはやっぱペッカ出してくる読みで、その来るタイミングにクロークとかで消えるからさ、やっぱ一発殴らしてくんないんだよね。うん。やべ、めっちゃ適当に言うの投げたわ。おー、G か、これは。G っぽいな。G の草探してる。いや、てか、序盤でマジ1000稼げたのでかすぎる。終わったー。終わったー、これ。マジ終わったんですけど。ガチかよー。いや、これさ、プリンス痛すぎなんだよな、マジで。いや、まあ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 、いいやいいやいいや、いいとこまで行った、いいとこまで行った、よかった。どうするこれ、キャッツペッカもできないしな、正直。まあ、安牌だね、これは。タクプリかな？うわ、でかいこれ！エレキ？ジェー！いや、これはでかいぞ、マジで。ディガー切ったばっかだからな。うわー、でもそのタクプリ、いや、知ってんね。この形が一番きついんすよ。一番きついは嘘だけど。これは残る！いやー、その一撃でかいな。ただ、ここで8枚プリンスしてきたらうまい。うん。いや、でもちょっとまずいか、これは。いや、本当は湯の追加したいけどな。OK。うわ、うまい！やめろって、それ。やばい。ガチでやばい。いらないし。やっべえ、ガチでこれ。ディガ、普通に端前ジャイメガゴディガが来るだけで終わるな。相手今陸受けないか。
攻めちゃう先に、お前なんちゅうカード入れてんだよ、なんちゅうだにゃーんってなっちゃうじゃないですかそれ。やべえ、 J がやばい、 J がただディガー切ってくれたのはでかいね。おお、うわ、ガチか。ガチ、無理無理。くそーくそー、タワーがお前タワー、ガチか。どんどん行きましょう。最終日なんでね。いやー、ガチかよ。ちょっと待ってー。いや、これ8000いけないってかさ、最初の月で、結構思ったより課金額が多いんですよ。これ罰ゲームがね、これ大変なことになってきますね。だんだん。やばいっすよ、これ。いやー、どうしようかな。いや、これ全許容だな、正直。頼むからミニペイン飛んで。うわー、これやばい。いや、これさ、全許容してユニット残んないのが一番やばいんだよな。うわー。あー、そういう感じね。ミニペイウィザード切ったらさすがにスケアミとかだと思うんだけどな。過去かー。しまいじゃいとか来たらめんどいな。G かい、お前 G スケラはやべえってさすがに。いやー、もうダリーな、 G かよ。ガゴミニペが来る、スケラ打ってくんねえかな。でかっ、それはでかすぎる。はい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 、でかいよ。はい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 、ゴースト、いや、もう一枚陸あんの？ミニペくれ、ゴースト殴れ、でかい、一発でかい、よし。しかももう一回いけるな、これ。おかわりいける。相手今ね、ゴレ、そう、なんか手札がやばいことになってるんですよ。 OK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 、 よし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 、うわー、これミスったかなー。いや、耐えた方じゃない？割とライトニングあんの？はい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 、来るんかな、真ん中。はい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 、はい、来たー。はい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 、ありがとう、ジージー、ありがとうございます。まあまあまあ、あれで勝ったと思ってるようじゃ、まだまだ三流ですよ。残念ながら二流にすらいけない。そんなんじゃ。三流です。
三流に残留です。それじゃダメです。勝ってから煽りましょう。これがクララの鉄則です。勝ち確定してから煽りましょう。勝ち確定してから煽ってからグッドゲームで呪文です。そうしましょう。じゃないとダメです。それじゃさあウッドが来る、ダークプリが来る、何にも合わせらんない、ゴーストも言うのもない、エレキもない、最悪だよ。どうすんだよこれ、マジできつい。これが一番リスクのないカードだと思うんですけどね。工場がまた J プリプリかこれ。これメガゴ切ったんでいっちゃいますわ。まあこれファイボタル来るだろうけど、ポイズンか、美味しいかもな、ポイズンだったら。ここで吐き出して、おい強すぎだろゴリラが、ゴリラガチやべえ。はい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 、メガゴポイズントリトンね。ロイジャイかと思ったんだけど、スケラっぽいですね。メガゴってことは、なんかペッカかメガナイトあたりがいそうな気がしないこともない。オッケー、いいザップ。エレキメガゴね、ソラが。で、陸がゴリラ、トリトン、ダクプリ。ってことはこれ、スケラポイズンタルとかだと思うから、メガナイトとかいなさそうだな。打ち抜いちゃおう。いや、一回後ろから入ろう。もう一枚陸が来そう。うん、そうだね。危ない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 。危ない危ない危ない。いや、いい、これゴリラダックリでしょ、受け。うん、これ裏にダックリ来そうなんで、そういう感じね。いや、これさ耐えるのやばいって、全部耐えてんじゃん。ポイズンなの？あいつだから一番やべえの、一番やべえのはメガゴなんで。メガゴ切ったら始まりペッカ行きたいな。いや、行って、いやー、これ8枚ペッカ行ってもなんだよな。の？いや、ゴリラがさ、それはでかいぞ普通に。逆サイだから美味しいし。メガゴ切った、ここいける。うん、いやー危ね、
てい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 けよっしゃパーレイ来たぜこれ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 最後の粘りですよ。いや、トリトにザップったのも地味に偉かったね。オッケー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 、皆さん、見ましたかこれ。ちょっと結構上がったんじゃないの？結構上がったでしょ。ラスト行こうか。7000。いや、だってマックスとさ、レベルはマックスとはいえよ。ペッカ工場で、しかも、タワー2個足りないからね。これで2000、あと1勝いったら2000切りそうだね。行こう。よーし。いやー、なんてこの人普通になんか、あれだな。いたよな。本赤と結構当たった気がするんだが、わかんないですね。似たような名前の人もいっぱいいるかな。あ、待って、JPP、JPP だった気がする。JPP だよな、多分。おや？違う？もう一回スタン。でかい。OK。ああ。いやー、次ザップってくる読みであれだね。いや、ここは行かない方がいいな。余計にカード咲いたんで、ここは行かない。これダクプリがいるからなー。隠れる瞬間ここら辺にダックプリが来ると思うんだよね。いやー、お前ゴーストもちゃんと引き連れてくんないと困るよ。それ俺が変な言うの出したみたいになるじゃん。でミニペがあるからここは一旦突っ込まず待ち合わせですね。これはうわー最悪だ。スパーキーかよ。スパーキーはやべえ。まあ、左ミニペでしょ？はい。うわぁ、どうしよう、これ。トルネはないかなぁ。おぉ、まあまあまあ、いいんじゃない？結構いいよ。来た、エレキ来た。これ、ミニペしかないから、右無視して。結果2発殴ってくんないか。無理か。これいけんな。いけんだろこれ。いけ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 、おら来たー。バモスー、たまたまだけどバモスー、ありがとうございます。さあさあさあ、まあ、行く判断自体は良かったですね。ザップがちょっとなんかコウモリかエレキかちょっと迷っちゃったけどね。さあということで1875位、いいんじゃないですか。はい。で、今シーズンはね、おそらくまあ残り5時間なので、まあこれが最後になると思うんですけど、まあシーズンね、最後は7425でフィニッシュということで、しっかりね、ウルタリアのトークも取っていってね、ここで、挟んだ1シーズン目終わりたいと思います。まあ次のね、まあ11月のロングシーズンがね、まあ本番なので、まあそこでしっかりと発生を迎えられるようにね、やっていきたいと思うので、もしよかったらね、あと300人で10万人なんでね、チャンネル登録よろしくお願いします。いやー、あと何千人、あと何千人って言ってきたところからね、だいぶもう見えるところまで来ましたね。ってことで、もしよかったらよろしくお願いします。ってことで今日はワンネルです。また次の動画で会いましょう。バイバイ。